さ、はい、じゃあ早速やっていきましょう。はい、こちらはですね、はい、台湾のアリスさんにいろいろと質問をしていくチャンネルでございます。はい、ではアリスさん、早速今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回はよろしくお願いしますってなってますけど、これ第1回目ですからね。はい、はい、もう何にももうわからない、何もなんか見てる人は何なんだろうか、このチャンネルはとか、この女性は何者なんだろうかとかっていう、いろいろとその疑問質問が始まる以前にいろいろとですね、自己紹介していただいた方がよろしいかと思うんでですね、一つ一ついくつか質問準備しましたんで、はい、ちょっとお聞きしますね。で、アリスさんは何者なんでしょうか。何者ですか。ね、今は台湾大学の、はい、海洋海洋学部の大学院生です。で、今学期はここ MIS で研究をやっています。はい、一応その研究はもうその大学は台湾大学ですけど、研究とかってど、はい、ものすごく簡単にさらっとどんな研究をやってますかっていう。簡単に言うと、イカについて研究をしています。で、イカは環境背景によって違う色とか質感の変化して、それはどれくらいエネルギーをかかるのを研究しています。まあ当たり前ですけどね、はい、難しいことやってるわけですよね。でね、いろいろとね、聞きたいことがある第2弾第3弾といろいろ聞いていきますけども、まあ、アリスさんって呼んでますけどもね、はい、これ台湾の方ですから中国語の名前はありますよね。はいはい、これはこの世の中にさらしてしまっていいもんなんでしょうか。別に大丈夫だと思います。あ、はいはい、中国語の名前だったら日本語で読むんです。はい、それだけはさらしても大丈夫と思います。はい、漢字がないから なんで書くのもわからないですから、音読みだけだったら大丈夫です。それはあまり晒しては世の中に出してはいけない情報なんですね。そうですね。はい、ただしですね、私いろいろと調べさせていただきました。はい、はい、民国100年西暦2000年度2学期成績優良者名簿の中にあなたの名前が載っていたんですけれども。そうですか。何年これ君だよね。これは違いますか。あ、そうですね。これだったら、これはもう世に出してはいけないことなんでしょうか。あ、そうですね。これ世に出してはいけない。あ、いや別に普通に、はい、インスタグラムとかフェイスブックにもこうそのまま載っていますから、はい、まあ、別にいいだと思います。まあ、ここで検査すれば出ちゃうから、もう何でも、はい、もうでももうしょうがないですよね。もうしょうがないというか、もうこれなんというか、つまり、はい、大学に入りました、はい、これは非常に頑張ったら取れちゃったというか、なんかすごい野心があって、絶対私ここのこの年のトップに上り詰めてやるっていう感じで行ったんです。これ何が起きたんでしょう。これは普通にやってたらなんか普通に取れちゃった。私が大学2年生から、はい、このなんか成績優秀の名簿、はいはい、この賞が取る人がなんか奨学金がもらえるんですよね。で、なんか私最初は一人ずつ2000円で、私が大学2年生の時6000円になりました。はい、だからちょっと、もうちょっと頑張って6000円の取りましょうかなと思って、大学2年から頑張って取りました。私いろんなパターン、これいろんなパターンも想像してたんですよ。さらっと頑張ったら取れちゃったっていうタイプなのか、取るんじゃって言って頑張られたのかって言って、取るように頑張って取られたんですね。はい、そうです。まあ、それは、なんか単位、はい、学期はどれぐらい単位を取ってにも関係があるから、まあ、単位いっぱい取って、
どれもなかなかいい成績取ればこの賞もらえるから、まあ、ちょうどいいかな。頑張ってでちょうどいい成績もらって6000円がもらえました。2度おいしい、はい、2度おいしい。普通に勉強もまあ別にそんなに嫌いじゃないし、大学入ったらまあ専門のことをやりますんでね、はいはいはい、ああ勉強これ楽しいなーってやって、どうせやるんだったら取ったるって言って頑張ったら取れたって感じですね。これはねいろいろとね思いました、はい、これはなんか他の人の成績にも関わるから、もう自分だけで把握できない感じだと、ね、もうみんながみんな、はいはい、私も取るってみんなそのモードに入ってたら、一、はいはい、人頑張ってもしょうがないですよ、ね、みんなも頑張っていますから。みんなも頑張ってますよね、はい、それでね、まあその事前にいろいろとこう思ったんですけど、こんな YouTube とか出ちゃっていいんですかこれは。これいやちょっとやばいですね。やばいんです。正直言えば6000円のためですけど、はい、これは6000円ので、まずこれまずこの件、はい、6000円のためにっていう風な話を YouTube で公言してしまう。あのつまりお金が欲しかったなって、はい、欲しかったです。お金が欲しくてお金が欲しかったなで頑張ったら10年度成績優秀者名簿に載ってしまった。でそれを、まず1 YouTube でこんなところで話してしまっている。そしてその2 そうやって頑張ってお金が欲しいと思って頑張って学生学業成績優良者名簿に載ってしまう人がこんなのに出ちゃってていいんですか。他の理由もあるんですけど、あの大学1年生の時私の学部は必修単位が大好きで、はい、もうなんか生物だけじゃなくて化学とか物理とかあの数学の、はい、カルキュラスもあるんですから、もうあの自分にあんまり興味ない授業が大好きで、はいはい、1年の時あんまりあのそこまで先生成績が良くないなかったんです。で2年からもうあの必修の授業が減って、自分が本当に興味ある授業も取れるようになって、あの生命科学部だったけど、あの2年生からあの今の大学あの海洋生物に関係ある授業を取って、まあ、本当に趣味ある授業を取ったら、うん、あのいい成績を取るのもあの簡単になって努力したくなります。なるほどなるほど。つまりまあいろんな要素がね、はい、こう重なったわけですね、はい、1年目1年目はつまんねえ。そうですね、1年目はもう努力してもしょうがないだと思います。なんで勉強すんだよでもこれじゃやばいって2年目2年目からガチでやったるー、はいはいはい、でしかもあれなんか面白いし、そしたらバーンって取れちゃったはい、はい、これね、まあ、いいです。でそんなアリさん、これ YouTube に出ていただけるということですけども、今まで普通に日本語で話してますけども、これなんか日本語なんか上手なんですけども、何かここまである程度こう日本語が話せるようになった経緯というのはございますでしょうか。経緯、あの、はい、大学入学するから、はい、あの1年生からもう大学台湾大学で、うん、あの日本語授業を取っていて、あの3年間全部なんか取れる授業を全部取って、なんか日本語の授業でなんかレベルがあって1から3で、それ全部取れば3年をかかって、でそれが終わったらまたあの大学4年生の時、あの時はもうあの留学することを決めましたから、あのちょっと家庭教の先生を雇って、あの1対1 の, あのこういう会話の練習をして、あの留学の準備をして、なんか書類も書くんですから、作文の練習もやらないといけないですから、まあ、簡単に言うと大学4年間ずっと日本語を勉強していました普通に頑張り屋さんだ、いやそうそこですよ、頑張り屋さんだからっ
ていう感じな印象を受けたわけですよね。台湾の方でいろんな人がおられて、日本語を話せますっていうのでね、はい、あの文化が好きだ、アニメが好きだとか、あとまあおじいちゃんがものすごく日本語、はい、もう鬼のように日本語でおじいちゃんが話すからとか、いろんな方がおられますけども、それお家では何語で話されます？お家では、もう、多分私のおじいちゃんおばあちゃんの世代は日本世帯ですけど、もう家では台湾語とか中国語で話していて、だから普通に親とか兄弟と話すときは中国語だけで、はい、でもあまり台湾語話せませんね。台湾、私の台湾語の能力は絶対日本語より下手です。そう。はい、そうです。そう。台湾に来ていろいろね思いました、はいはい、このチャンネルの一つのその趣旨でもあるわけですけども、私、まあ、そうそう、その私の話、私のチャンネルじゃございませんハリさんのチャンネルでございますけども私がまあ司会進行を進めていくわけですけども、こういう感じで私いろいろと質問していきますけど、じゃあまあここでね、言葉についていろいろ質問をしてきて、私は日本語を話しているわけですけれども、まあ、このチャンネルではもう延々と日本語を使っていくっていうので全く問題ないわけですよね。大丈夫だと思います。はい、大丈夫ですね、はい、じゃあこの質問している、まあ、じゃあ逆に私は何者なんでしょうかあ、そうですね、はい、ナレーションナレーションの方やっている方ナレーションの方でやっている方は、はい、ちょっと紹介、いや、そして撮られて映されちゃうのね、はいはい、ここで声が来るんで、はい、何、はい、私は何者でしょうか、何も、私自己紹介するの、はい、自己紹介、お願いします。すみません、太田と、太田金也と申します。ナレーション兼司会進行を務めさせていただきます。登録者数600人ちょっとの YouTube チャンネル、そこで拍手、600人ちょっとのチャンネルを運営している弱小 YouTuber の太田でございます。よろしくお願いします。いいでしょうか。あ、はい、研究について、研究についても話すのそういう、一応そういうフォーマットね、私研究、中央研究院臨海研究所の副研究員をしております太田でございます。今は金魚の進化発生学をしております。金魚の進化発生学についての動画もたくさん作っておりますので、ぜひ見てください。はい、ぜひ見てください。じゃあここでいきなり私がこっちを取って、はい、ぜひ見てください。いや、でまあね、そんなこんなでこうまあそんなこんなで、まあ、進めていきますけれども、そうそう、でそのなんで私がこのチャンネルでアリスさんにいろいろとしていただきたいことが、まあ、なんかいろいろどうしてその、アリスさんに聞いていくっていうふうなことを考えたかといいますと、やっぱりその台湾に10年住んでおりますが、はい、10年住んでるけど10年以上ですよ。もう私の人生の半分ぐらいの長さです、はいはい、でしょ。でね、じゃあいろいろ台湾のことについて知っているかというと、もう大体わからない謎がいっぱいなんですよ。で、研究室の、私研究室の主催しておりますから、研究室 の周りの人に聞くんですけども、どうもね、その中国語とかだと、ね、頭に入ってこない。何なのこれっていうのを聞いてね、何なのこれっていうのを聞いて、今一つ頭に入ってこないから、あとその他の人に説明しようとした時にですね、